ウィス、今回は今週から復刻の仮面ライダーコラボの新キャラ、仮面ライダーウィザードフレームドラゴンとアウラの組み合わせで未知の新星英国の万竜やっていきたいと思います。はい、開幕は覚醒無効解除しつつダメージ無効で一発受けていきましょう。はい、これでウィザードが溜まるので変身していきます。一体ずつ変身して火闇回復を揃えて軽減を張って耐久していきましょう。はい、ここたまにね陣ぽいすると繋がってない時があるんで落ち着いてね繋げていきましょうね。はい、これでもう一体変身してもここで突破していこうかな。はい、これで攻撃をガンガン組んでいきたいと思います。よいしょ、こうかな。さあコンボが増えていって、アウラの方がまだ変身してないんでリーダースキルの追い打ちがないんですけれども、回復の盾でねしっかり敵の根性を剥がしていくことができますね。はい、ということで、リーダースキル確認しましょう。ウィザードの方が22ターン変身で火か闇の攻撃につき 2.5倍、2コンボ加算、火闇回復同時で激減4倍ですね。でアウラの方が23ターン変身で火闇回復5個につき2倍、1コンボ加算、固定1、火闇全パラ4倍ということで、まあ非常に相性がいいというか、まあこの組み合わせで使わせるっていうことを想定した調整かなっていうふうに思います。ウィザードの方が、スキルが指 1.5 倍の火闇回復5個生成、2ターンということで、まあ、確定枠なんで交換入手ができないんですけれども、今回ね運よくガチャから、直接出てくれたんで、2体並べてドロップの安定供給を狙っていきたいというふうに思います。はい、ちなみにここ耐久するんですけども余裕ぶっこいてると死にます。っていうのはランダム変換のスキルが優先度が決まってるんですよね。火、水、木、光、闇、回復の順番で優先度が決まってて、回復が一番後回しなんですよ。だから火と闇を5個作った後に回復を作れない状況になってると死にます。はい、ということでこの 5,4 番目の時はねよく盤面を見てから、スキルを打っていきましょう。はい、ということで、これで2ターン耐久できました。はい、これで、受けていきましょう。でここでようやくアウラを変身します。ここでエンハンスかかるんですけど、アウラの変身時に威嚇があるんでこれで威嚇をして、やり過ごして 5,4 番目を解いてから落ち着いて突破していきましょうという立ち回りですね。はい、っていう感じで、まあ、ルフィとかアトリもそうなんですけれども、指定の個数を多数つなげていくタイプのリーダーを使う場合って基本的にはね、そのラフィーネとかね、そういったそのルーレット系を利用して色を拾い続けるっていうことをするっていうのが割と定番だと思うんですけれども、まあ、これ今盤面見てもらったら分かるようにほとんどもう3色順になっちゃうんですよ。必要色っていうのは最大15個一気に作ってくれるんで、基本的には盤面常に3色の状態に持っていくことができるんですね。はい、これも打つとほらこんな感じでもうほぼ3色陣みたいな感じになっていくんですよ。だからルーレットそんなに必要ないっていう感じなんですよね。よっぽど偏りがない限りはだいたい5個消しがまあ4つぐらいは組めるような状況になるんで、ルーレットがなくてもねなんとかなりますね。でどうしてもやばい場合はそのアウラを使って色拾っていけばいいのかなっていうふうに思います。まあこの男女はね消せない覚醒無効そんなしょっちゅうは飛んでこないんで、まあ割と打ってもいいのかなっていうふうに思いますね。はい、ここは吸収飛んできたので、ドーナを打っていきましょう。あ、ドーナじゃないな、もうアレキサンダーが溜まってるな。はい、で攻撃手をしっかり入れていきます。はい、余裕があればね十字とか L 字を組んだ方が火力出ますね。で、あと覚醒の方も見ていきましょうか。覚醒はどちらも非常によく似ていて、封印の有無以外は全部一緒ですね。10コン4つ持ちということで、まあ、超重力においてもしっかり火力は出してくれますと。でアウラとウィザードがまあ2体カンストできるような状態を常にね作れていれば、まあ、道中の火力については問題ないかなっていう感じですね。さあここもしっかりご消ししていきましょう。はい、こんな感じですね。4つだとたまにねちょっと殺しきれない時があるんですけれども、その場合はその余った色を十字とかにしてあげると単体 2.5 倍入って、まあ実質5個消しもう1個組んだのと同じぐらいの火力が出るんで、そこは結構積極的に狙っていけばいいかなっていうふうに思ったりしますね。はい、消されますがここは敵が殴ってこないので不要色を消していきましょう。よいしょ、こうかな。まあでも降ってはくるよね。
さあこの調子でじゃあ頑張っていきましょう。もう特に言うことはないかな。もうあとはひたすら極限組んでいくだけになるんで、まあ、やばかったらアウラ打ってみたいな、そういう感じでいきたいというふうに思います。まあ、スキルの方欲を言えば6解除欲しかったですけどね。まあさすがにアウラ強すぎるか、まあ、別で用意しなきゃいけないんで、まあ、3枠固定になっちゃうから編成はちょっと厳しくなったりするところはあるんですけれども、まあそれを差し置いてやっぱり手軽さっていうのがあって気持ちいいなっていう風に思いますね。火力もしっかり出るんで結構速度も狙えるんじゃないかなっていう風に思いますね。はい、そんな感じですね。じゃあこの調子で頑張っていきたいと思います。適当にカットしていきます。このルーレットは消さないでおこう。次覚醒無効じゃないわ、消せないが飛んでくるんでそれと一緒に解くことになるか、もしくはこれを維持できるんだったらそのまま引っ張っていきたいので、よいしょ、はい、火を待ちましょう。あ、ギリギリだな、危な危なかったけどもしっかり組んでいきました。さあ2000倍でいい火力が出そうですね。はい、じゃあ適当にカットしていきます。はい、ということでじゃあそろそろ関係ない話もしていきましょう。マシュマロ1件紹介します。私は朝日さんのコメ欄で注目されたいから批判する、いいねつけられたいから口だけ引退宣言するみたいなリスナーが大嫌いですということですね。ちょっと待ってね、ここは敵が吸収引っかかってないのでこのまま組んでいきましょう。よいしょ、はい。ツイッターででも言っておけばいいものをわざわざ他人の動画で言う意味が分かりません。ダメではないが承認欲求以外の意図が分からない。見ず知らずの人に同情されて聞き止めてほしいんでしょうか。それに朝日さん自身は褒めるとこは褒める、批判するとこは批判するで分別してる感ありますが、リスナーはとりあえず乗っかってついでに関係ない不満も入れて叩いておくかみたいなのも多すぎる。まあそれらは改善しない運営が一番悪いからどうしようもないですが、私個人の感想として上記のようなコメントが嫌いですということで、でしょうね、はい。まあ、この方が正常です、はい。これもはっきり言っちゃうと、もううちのチャンネルだからですとしか言いようがない、うん、うちのチャンネルが異常で、よそが正常です、はい。もうそれしか言いようがないね。ちょっと待てよ、こうか。うちのコミュニティがもう本当に特殊で、パズドラに何かしらの不満があるっていうのがベースにある視聴者っていうのが非常に多いので、その動画の内容に一切関係ないような不満というか、まあ愚痴というか、そういったものが書き殴られていることがよくあります。で、その僕自身もそれをそんなに厭わないというか、むしろここでは好きなこと言っていいよと、ここをそういう場所として使っていいよっていうことを再三言ってきました。うん、だからその引退します的なコメントっていうのもその類に入るんでしょうね。まあそのパズドラに限らないですけれども、人はね、誰しも何かしら不満、苛立つことっていうのを抱えているもんだと思うんで、それを TPO をわきまえずに飛ばし散らすっていうことは、まあ最低限の常識がある人はしないはずなんですね。しちゃいけないと思ってるから我慢するはずなんですよ。まあ、だけどいつか限界は来るから、人間だし、どっかで発散したいって思っちゃうのもまた当然なわけで、で僕自身もそれに当然当てはまるんで、この YouTube っていう媒体をそのために利用しているっていうところがあるんですね。ストレスの吐け口としてこの YouTube を使っています。これもはっきり言っちゃいます。まあ、もちろんそれだけじゃないんですけどね、普通に楽しいからやってるっていうものもあるんですけれども、ただ僕がそうやってこの YouTube を利用しているにもかかわらず、その視聴者がその愚痴るのを禁止するのは違うじゃないですか。基本的には同じようなその思想の人が集まってくるもんだと思うから、だからお互いそういう場所にしてしまおうねっていうことですね。俺も愚痴るけどお前らも愚痴っていいよと。
それが単なる承認欲求でもなんかその野じ馬的なものであっても別にいいじゃんっていう感じで、まあ好きなこと書くってそういうことでしょうっていうねいう感じで、まあすごい軽い気持ちでやってるんですよね。だけどそれはあの当然ながら普通じゃないのではっきり言いますけど普通じゃないんですよ。普通じゃないから外から見たらなんだこいつら気持ち悪い瞬間だなっていう風に思うんだろうけどね。うん、それはまあ仕方ないと思う。で当たり前なんですけど、そのマナーとかモラルとか法律を守らなくていいっていうことではないですからね。なんかその治外法権なんてよく言われますけど、よく言われるというか、まあ俺が言ったらしいんだけど、その一般常識の範囲で守らなきゃいけない節度っていうのは、これはうちであろうがどこであろうが存在するものなので、それはあの本当に自己責任でやってくれっていう感じですね。ぶっちゃけその表にはほとんど出してないはずなんだけど、あの普通に誰々死ねとか書いてる人いますよ。うちのチャンネルでガチでいるんですよ。まあ、基本的には YouTube が勝手に弾いてくれるんですけれども、その弾いたコメントっていうのがその別フォルダに振り分けられて、そこを見るとね普通にやばいことがいっぱい書いてあったりするんですよね。であとコメント以外だとマシュマロとかね、そういうのにも結構誰々死ねみたいなそういう投稿あったりします。結構びっくりします。そういうのはねもういちいち構ってられないんで、それでなんか起きてもそれはもう自己責任なっていう感じですね。あれこれ耐えれる？ギリギリ？ HP が若干足りないかもしれない。やばいかな。あぶねー。全開したかったですね。でそうですね、あとなんかそのこのチャンネルのノリをよそでやるなよっていうことも結構再三言ってますね。なんかそのうちに入り浸りすぎて感覚がバグってる人がたまにいるっぽいんですけれども、そのうちではうちなりの空気っていうのがあって、よそはよその空気っていうのがあるんですよ。だからその楽しくパズドラを遊んでる場所で、なんかうちでよく言うようなそのよそで言ったら品種買うようなことは言っちゃダメだよっていう、ちゃんとその場の空気に合わせましょうねっていうことですね。で嫌なことがあった時はあのうちで愚痴っていけばいいですよって、だからそこはうまいこと利用してねって、使い分けてねっていうことをね僕いつも言ってるんで、まあもうそんな話何度も聞いたよって思うかもしれないけど、ちょっと改めて言っとこうかなっていうふうに思います。この動画初めて見たとかね、この動画で初めてその話聞いたっていう人ももしかしたらいるかもしれないんでね、結構頻繁に言ってった方がいいかなというふうに思いますね。そんな感じですかね。はい、ここはテオールが溜まり次第突破なんで適当に耐久していきましょう。よいしょ、耐久楽だな、回復作ってくれっからな。ただロック飛んできた時怖いんで、ちょっと序盤耐久してチャコルを撃てるようにしておいたんですけど、チャコルがねロック解除ついてるんで、これは盤面残ってるんで大丈夫ですね。だからあえてその非闇回復を消さずにちょっと置いとくっていう方法もあるんですよ。じゃあコンボ数とか攻撃値関係なく非闇回復組めていれば軽減を張れるんで。さあただこれでテオールがそろそろ溜まるはずなんで突破できるかな。はい、溜まりましたね。アチコモ吸収は余裕ですね。さあここでじゃあ突破していきましょう。アウラも打っちゃおうかな。はい、これで落ち着いてゴゲシを、まあ、5つぐらい組めば多分倒せると思います。じゃあゴゲシにする色はね回復以外の方がいいんですけどね。よいしょ、これでいいか。はい、多分いったでしょう。最後回復見ましょうか。裏カンストはしないか。まあまあでも十分ですね。はい、ということでね、もし弾けた方はよかったら試してみてください。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。また次の動画もしの放送でお会いしましょう。バイバイ。